なしにゲリラ配信です。特になんか話したい、これは絶対話したいみたいなやつがあったわけじゃないけど、久々にこの時間にお家にいるのでちょっと配信してみました。こんにちは。今日の夜は、今日の夜なんかマイカー公演、沖さんリーダーのマイカー公演の最後の公演が今日までなんですよ、見れるのが。だから夜その公演見ようかなって、夜配信でそれ見る配信にしようかな、どう思いますかっていうのをちょっと聞こうかなと思って。そう、今日でもう見れなくなるらしいので、うん、同時に一緒に見ようかなと思って。ちょっと今リハ期間なので、本当に広島山口とココアさんの壮行会のリハで、本当に話せる話題がネタバレになっちゃうから、話せる話題がねちょっとねないので、それで忙しいとか言いたいんじゃなくて、それがあるからちょっと話せる内容がもうリハの話とかしかないから、そうちょっと今日は DMM 見ながらにしようかなって思います。よろしくお願いします。今日はね久々にお休みなので、朝からお家の掃除をしました。お家のお掃除をして、昼からはちょっと覚えたりとか、そういうことをしようと思ってます。本当だ、なんかホームズくん向こう向いてる。ほい、いや、なんか斜めになっちゃう。ホームズくんです。今日は何を食べたかっていうと、今日はガルアワでいただいた、なんだっけ、なんか栄養ドリンクみたいなやつをもらったんですよ。それのなんだろう、あれなんかウィダーインゼリー的なやつの仲間、同じ感じの、なんて名前、栄養ゼリーみたいなやつ、あ、これだ、キューピーコア、これをこの前いただいたんですよ。だからこれをちょっと朝から食べて、疲労回復&栄養補給って書いてあるから、ちょっとこれを食べてみた。配信終わったらお昼ご飯食べます。こんにちは。お、サバ、サバでした。 Z さん、サバでした。としさん、ラブレターありがとう。アルさん、ソフト。アンバさん、ボーアイス。クワドリさん、しんちゃんさん。フレーベさん、ソフト。ネロケンさん、メロンのあそこさん、ハートありがとう。こうちゃんもありがとう。Z さん、ファイト。シーチさん、クロさん、こうちゃん、のぶろうさん、ハート。しゅんさん、ソフト。クロさん、ゆすりざるさん、ハート。クックさん、こうちゃん。シーチさん、にしさん、ソフト。クロさん、お疲れ。アイスレモンさん、ソフト。くちゃん、お疲れ。としきさん、かんさん、ソフトありがとう。まーくん、お断りです。こうさん、お断りです。ひろし BKK さん、アイスボー。藤岡猫にゃーさん、ハート。おたけさん、バラ。かめさん、アイスボー。ひろし BKK さん、かずさん、ソフト。こかじやさん、ハート。こうさん、アイスボー。りょうへいさん、お断りです。福太郎さん、アイスボー。おたけさん、バラ。フラペチーノさん、ソフト、ありがとうございます。ありがとう。マリオ2さん、ソフト、ありがとう。テキサスのロンスターさん、バラ。ふっかりあんこさん、お断りです。しんいちさん、アイスボー、ありがとう。陣内さん、かわいい、ありがとう。あやとこ、お疲れ、ありがとう。陣内さん、ソフト。さんちゃんだよ、ソフト。バラちゃん、バラ。ディーウさん、ハート、ありがとう。 A ちゃん、ハート。プーさん、アイスボー、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ちょっと今日はのんびりまったり、のんびりまったり
おしゃべりタイムです。こんにちは。30分だけど、30分間ののんびりまったりタイムです。ラーメン食べてんの？めっちゃいいやん。ラーメン食べたい。私もラーメン食べたいけど、焼肉もお寿司も食べたい。もう食べたい、食べまくりたい。昨日は夜ご飯に冷やし中華を食べました。ミニサイズの、コンビニのミニサイズの冷やし中華を食べて、今日はオートミール雑炊かな。もう私はオートミール雑炊しか食べてないってぐらい、オートミール雑炊を食べます。お休みの日は。レッスンとかがあると、もう休憩時間に食べるからコンビニご飯です。昨日はマツパ行って、マツパレッスン STU チャンネルだったから、空き時間にコンビニご飯買ったんだけど、なんか胃もたれしてて、そう、胃もたれしてたので帰ってきてから結局食べました。まつぱ、そうだよ、もうまつげ。ちょっと今日さ、とりあえず眉毛だけは描いたんですけど、眉毛だけ頑張って描こうと思ってちょっと眉毛描いたけど、今お風呂上がりで顔今保湿してるからテカテカなんだけど、もうまつげが生き返りました。もう最近まつげちゃんがもう元気なかったんですよ。うーんって今まつげの向上心が高いですね。まつげが伸びてました。まつげのお手入れを最近は力を入れています。寝る前と日中のまつげのお手入れを頑張っているので、まつげが伸びまくっています。エジリン、ハートありがとう。そう、朝風呂、お風呂上がりではない、朝風呂してお掃除をしました。絶対間違ってる。朝起きて朝風呂して家のお掃除をして、そう、ほこりを吸いまくって、で今配信して、これからは脳みそを使う。これから踊ります。踊っちゃいます。こんにちは、どうも。みんなは今日はどんなスケジュールですか？お、妹さん再放送見れた、ありがとう。見てくれて、ぜひ木曜日も見てください。後編も見てください。パセの健康診断結果を見て、反面教師にするもよし、お手本にするもよし。ちょっとね、結果がちょっと予想と外れましたね。しーちさん、クロさん、ソフトありがとう。様です、こんにちは。なんかね、いろいろ整理整頓をしてたんですよ、朝からお掃除で。したらさ、ストックを買いすぎてるやつが多すぎて、もうなんかね、ボディーソープのストックが1個でいいのに2個あるし、なんか、ね、そう、ストック買いすぎ問題あった。柔軟剤のストックがあると思ったらもうなかったから、それは買わなきゃいけません。ムさん、ハート、カエデさん、ソフトありがとう。カマちゃん、アイスボーありがとう。韓国時代劇を見ています。ハマってるの？ハマっているのですか？私が最近ハマっていることは、なんだろうな、何にハマってるかな。何ハマってるだろう。最近というか、ここ1ヶ月ぐらいは100円ショップでお掃除グッズとか整理整頓グッズを買って、家中の整理整頓をするのが結
構ハマりかもしれない。止まりますか？なんで？電波悪い？なんで？電波良くなってよ。今日天気悪いのかな？ちょ、天気予報見てなかった今日。今日家から出る気ないので家から出る気ないから、もう今日天気悪いの？もしかしてね、なんか歩き音がしますねいかに壁や床が薄いかが分かりますね。今日は晴れのち曇り、だいたい曇りって書いてる。曇りみたい。今日は乾燥注意報が出ています。もう今はお風呂上がりで保湿でペタペタしてるから、その辺は大丈夫そうです。今以外は晴れ。なんかね、曇ってますね広島は。胃カメラ飲んできた。あ、胃カメラお疲れ様です。まずはもう胃カメラはもういいって感じ。もう人生でもうあんまりしたくないなって感じです、ね、でも意識飛びました。麻酔入れますね、点滴みたいなやって、じゃあ麻酔今から入れますねって言って、なんか点滴のヒュンみたいな、わかる？スイッチみたいな、なんかカチャってされた瞬間のからの意識がなくて、起こされて起きてくださいって言われて、はーいみたいな、起きた。あれ終わってるってなって、ビビってたんですけど、胃カメラ胃モーステレビでねやった。いや麻酔わかんない、何なのかわからない。もう説明もなく、ただただまず最初椅子に座って血液を取って、で点滴を刺してみたいな、なんかいろいろ、なんかコップに入ったものを渡されて、飲んでくださいって言って、わかりました飲みますって飲んで、でそれででは移動しますって言って、で移動して寝て、じゃあ今からちょっと点滴のスイッチを入れますねみたいな感じで言われて、シュッてやられた瞬間からの記憶がないですね。なんかその日はもういろんな説明があって、でいろんな場所に移動して、まずは院長先生に挨拶をしますって言って院長先生の部屋行ったりとかして、なんかもう何が何だかわからないまま都会の病院で、もうわからない、ああ初めてのことだらけってなって、一日が終わりました。なんか私はその胃カメラが終わった後すぐ目が覚めたんですけど、あかりさんとかりこちはなんかずっとずっとふらついてて、意識が朦朧としてて、でその後の収録とかも二人なんかホワホワしてて、まあ後編の様子はね、今週木曜日に放送が、明日放送があるのでぜひご覧ください。今をしてる、そうだ、もうずっと二人ホワホワホワってして、眠たいよとか言ってた。いっくんソフトありがとう。しんさんソフト、ジャーパングさん、もちはださん、しょうさん、あきもさんソフトありがとう。しーちさん、バラ、としさん、ハート、ふーさん、レインボースターありがとう。ほわほわほわ、そう、でも確かになんか頭がぼーっとしました。カメラこれから控えてる方は頑張ってください。一言、頑張ってください。食事制限、前の日の夜から食べれないやつも頑張ってください。私の配信を見ないことをおすすめします。健康診断とかで食事我慢しなきゃみたいな、前の日の9時以降食べれませんみたいな人は、私の配信を見るともう美味しいものの話とか出てくるから、
注意してください。腹ペコな状態で見るとちょっときついかもしれません。お、公園、あ、公園当落出たんですか。もうお、さこちゃん生誕出ますよ。なんかさっきね12時にお知らせが出てて、6月の公演スケジュールも出たんですけど、それは出るかまだ私も分かりません。リコチの生誕とマイキューさんの生誕が6月9日日曜日にブルーライブ広島であります。ですがこれはまだ出るか聞いてないから、どうなんですかね、分かりません。どうなんだろう。そう、公演スケジュールが6月9日のが出てます。9日日曜日でも分からない。ラクさん、ビーディーマンさん、ソフト、アヤトくん、レインボースターありがとう、レフトさん、ソフトありがとう。一応スケジュールだけ把握しといてください。よかったら行ってみようかなとか、まあ、パセリがいてもいなくても行ってみようかなみたいな方いたらね、リコちゃんファンとマイキューさんファンの方はぜひ。そう、今生誕でも今のところ生誕祭がこのマイキューさんの生誕が来たらあれだよね、生誕祭とかの今やってなかった分は一応全部終わった感じになるかな、なりますかね。次6月のゆきりかとさやかりんかな。ですかね。今スケジュール見てるけど多分そうですね。昼休みさん、バラありがとうございます。コナンさん、ソフトありがとうございます。そうね、次6月だ。5月がいない誕生日だから次6月、パセリは11月です。夜ご飯はステーキにしようかな。私も食べたいよステーキ。今朝のラビットでバニラアイス特集が放送された。いつもありがとう情報、アイス情報。何が紹介されたいやろ。もうかな、バニラアイスないかな。こんにちは。お昼ご飯はまだ食べておりません。今日はまだゼリーしか食べていません。キューピーコーバのガルアでもらったキューピーコーバの栄養ゼリーを食べました。ステーキ食べました。うわー、あー食べたい。私もステーキ食べたいよ。ね、もう昨日はお腹空きすぎて。なんかね、あの焼肉とお寿司がある食べ放題屋さんのメニューをスクショして、自分が食べたいメニューに丸をつけてリコチに送りつけるっていう超迷惑なことをしてしまいました。もう腹ペコすぎて。よくやるんですよ、研究生の頃から。食べたいメニューに丸つけるやつ。食べたい。じゃあ今日のおすすめご飯はお寿司にしましょう。今日食べるもの迷っている方は回転寿司とかどうでしょうか。私はくら寿司に行きたいです。くら寿司でビッグラポンを回したい。今コナンなんですよ。コナン回してソタロウにあげたい。平時2500円以上食べるとなんかトランプがもらえるんやって。で先着でで4種類ぐらいあって、その1個が平時なんですよ。でソタロウが平時好きだから、
あの2500円ってさ結構じゃん、回転寿司で食べるって。だからあの力を合わせて平次をゲットしてほしい、推しの平次。今日はね夢でコナンの元太、わかりますか皆さん。あの少年探偵団っていうコナンの通ってる小学校で作った探偵の集まりみたいなのがあるんだけど、その中にいるうな重が好きな元太っていう子がいるんですけど、今日夢に元太が出てきて、そう元太が出てくる夢を見ました。元太くん、そう食いしん坊の、そう昨日寝る前に TikTok でこの声優さんはこの声優してますみたいな、このキャラクターやってますみたいな一覧のやつがたまたま流れてきて、でそれを一通りいろいろ見たんですよ。なんかコナンの声と忍たま乱太郎の声とか、なんかそういうクレヨンしんちゃんのこのキャラとこのキャラは一緒みたいな、マサオくんと誰々とかスネオと誰々みたいな、その一覧とか見とったから、そうで寝たらなぜか夢の中で出てきちゃった。なんかね麻酔銃をこうやって撃つじゃんコナンが、シュッて、でそれが元太に当たって推理をするわけでもなく、ただ爆睡をしているっていう状況で目が覚めました、うん、いや私さ全然当てられないんですよ、その声優さんとか。でこの前コナンの映画に行った時に、あのソラハさんは結構アニメとかを見たりするのね。で、あこの声絶対に誰々さんだみたいな声優さんの名前を当てるんですよ、ゲスト声優とかの声を当てるの。これもしかして、いや聞いたことある声だなとか言って調べ出して、鬼滅の時のあの鬼のみたいな、あの話に出てくるあの鬼の声優さんと一緒だとか言うの。でも私は分かんないから、声で判断できないから。そう山寺さんとかなら分かりますよ、チーズの声とかやってるカバオくんとか、わかる、それはわかるんだけど、もう全然わかんなくて、すごいな、ね、私声気づかないからさ、ね、声難しい。あ、めぐれ警部出てきたよ昨日 TikTok で、波平さんと、あとなんかそういう声優さん特集でドラえもんかっこ初代とか、クレヨンしんちゃんかっこ初代とか、なんかそういうのが出てきて、友蔵みたいな出てきて、確かにこの声だったわってなって、懐かしかった。ドラえもんかっこ初代、はあ確かに、なんか慣れちゃうじゃないですか声優さんが変わると。でもあ確かにちっちゃい頃はこんな声だったなとか、懐かしい気持ちになって。Z さんソフトありがとうございます。でもね同じ声優さんでもやっぱキャラクターによって声が違ったりして、わあこれすごいな分かる人はと思って、難しい、似てる声の方とかいらっしゃるから。おまさかさんソフトありがとうございます。私はこの前までは薬屋の独り言を見とったんやけど終わっちゃったから、今は特にアニメ見てないです ね、 ね、薬屋の独り言次来年なんですよ続編が続編決定って出て、おおと思ったら、あの2025年って書いてあ、1年後まだまだ先や。この前は恋ラジ、私が出演してる恋ラジの自分が出てない回に水田わさびさんがゲストでいらっしゃってて、すごいってなりました。
クロさん、アイス棒ありがとうございます。あ、コナンは見てるよ。もうコナンはずっと見てる。最近見てるのはもう本当にコナンとか、毎週録画をずっとしてます。コナン。プーさん、レインボースターありがとう、ありがとうございます。こんにちは。そう、なんかシーズンがすぐ終わっちゃうから、ハマった頃に終わるんですよね。しんいちさん、ソフト。まこばやさん、ハート、ありがとうございます。げんたくんってああ見えて40キロしかない。え、あ、でも小学生だから、小学生、いや確かに。いや、このユニバに行ったんですけど、なんかユニバで 4D の水とか降ってきたりするやつを見たんですよ。で、その子とランと怪盗キッドだけ人間 で、あとはその映像でこうサングラスみたいなかけて立体的にこうコナンとかがこう近くまでブーンって来たりするようなショーだったんですけど、もうコナンくんがもうコナンくんのサイズがもうこんなんだった。安室さんとかの顔もこんなんだった。なんかアニメで見るとさ、やっぱ大きく見えるけど、ちゃんと現実世界のサイズ感で見ると、いやでもそれでもちっちゃい気がするけど、ちょっと行ってみてほしいです。 4D 体験したことありますか？私初めてに近いぐらいの、本当にあんまり普段さそういうする機会なかったから、もう本当に新鮮な気持ちだったんですけど、もうねすごかった。私ヒロアカも見たんですよ。ヒロアカのアニメ見たことないけど、ヒロアカの 4DX のショーも見たんですけど、もうねなんかすごいの。サングラスをかけてるだけで本当に近くまでキャラクターがボーンって来たり攻撃してきたりとか、危ないとか言って氷が飛んできたりとかして、それをキャラクターが守ってくれたりとかして、うん、楽しかった。見たことなくても楽しめました。え、天気の子の 4D とかあったの？面白そう。そう、私そういうのねダメなんですよ。うわっとか言ってやっちゃう。うわっ怖い。ミニオンのアトラクションも実際のジェットコースターじゃないけど、こうジェットコースターになってる風に体が動いたりするアトラクションなんだけど、それも目つぶっちゃう。やばい落ちる、うわーとかって、酔いますよめっちゃ酔い止め必須です。お時間早っ、もうお時間だって、お時間だそうです。今日は夜配信でマイカー公演、ラストマイカー公演の DMM アーカイブを見ようと思っているので、また夜何時からするか決まり次第お知らせいたします。よろしくお願いします。もう見れなくなっちゃうそうなので、たくさん今日のうちに沖さんが踊っている姿を目に焼き付けてください。ありがとうございました。また夜会いましょう。おみかんさん、ありがとう、スタンプありがとう。みっちーお断りです。しんいちさん、ハット。としきさん、そらそよかさん、ソフトありがとうございます。ありがとう、見てくれてありがとうございます。急に始めちゃったんだけど、午後も頑張りましょう。私もちょっと今日は脳みそを動かして体も動かして頑張りたいと思います。じゃあ壇上読みます。13位陣来さん、12位ひろし BKK さん、11位さんちゃんだよ、10位アルテミスさん、9位クロさん、8位しんいちさん、7位しゅんさん、6位クワドリさん、5位しんちゃんさん、4位としきさん、3位あやとくん、2位ぷーさん、1位ゼットさん、ありがとうございます。
ではまた夜、ありがとうございました。またねー。